はい、空中でコマンド投げを決めるっていうのもできる。いいね、この組み合わせ、はい、やべえ、アズライル感じとかやべえ、アズライル感じのパワーキャラの組み合わせ。しかしそこ変わる、順番間違えた可能性もある、はい、これ交代するだけでもたまる。いや、交代するだけじゃたまらない、バズボタンで交代できる。やっぱアシスタを使って、はい、感じきた。なんかやりたい。お、なんかやりたい。やんのがこら、やんのがこらから、はいはい、今のはスマートコンボへ、まあもう四角ボタンを連打してのコンボですね。お、はい、やっぱあれの振り上げもあるしっかり、ね、まあ、ペルソナ攻撃もあるんですね、はい、あるよ。で、今のがリバーサルアクション、いわゆる切り返し技ですね。あの体が赤く光ってるやつ、はいはい、あれはもうリバーサルアクションで、まあ、無敵の切り返し技です。コマ投げの減りがこんな感じか。そうですね、コマ投げの減りをしっかり残している感じで、レベル2になってますね、パートナーの、はい、今地味に、はい、でアズライルなんですけど、はい、アズライルのドライブ の, あの弱点特攻があったと思うんですけど、はいはい、今回はあのマーキングスルーみたいなシステムはなくって、うん、ただ一部の技がヒットする直前に攻撃ボタンを押すと威力が上がるっていう感じになってます。なるほど。おっと、レベル2状態で、あ、これ今ディストーションスキルデュオで、デュオですね。しかしこれはガードされているので、まあ、これはまあ交代メインかなと、はい、ブレーキの体力がちょっと危なかったんで、はいはい、まあ、ディストーションスキル使って無理やり交代しようかなっていう感じの攻防ができるかな。レベル3になってますね。そうですね、今どんどんレベル上がってます、ね。もう一回上がればマックスのレベル4までなるんですが、これはリバーサルアクションガードされると反撃を食らってしまうと。できればここはやられちゃう前に R1 ボタンを押してレザーブレイズ発動したいですね、はい、ワイス側は。そうですね、回復、赤い部分回復できるんで、使っときたいが、使っときたいが、まだ温存、まだ温存、まだ温存しますね。いや多分知らない気がする。マジで R1 で書いてる、書いてる、画面の下に R1 で書いてあるよ。あ、教えてあげて、 R1 押して、誰か中段のクラッシュアサルト。で、今の最後の